今日ご紹介するのがこちらでございますね。小腹満たしどころアコーヤということでございまして、いらっしゃい。あ、まあいい雰囲気のお店でございますな。あのお二人でされてらっしゃるご夫婦ですか？あ、そうです。あ、そうですか。じゃあどちらがあのキッチンというかこういう料理を？私が料理担当。あ、そうですか。彼が接客担当。あ、はい、そうなんですね。ここアコーヤは2019年に豊原さん夫婦が始めたお弁当屋さん。営業しているのは木曜日と土日祝日のみ。地元の食材を使った数種類のお弁当を販売しています。この建物もすごいいい雰囲気ですけど、ここはどうされたんですか？ここはもう私の母の実家でもともとで、祖母が一人暮らしをしてたんですけれども、亡くなって、うん、で引き継いだ感じですかね。あ、そうですか。こちらのおすすめというか、はい、これだっていうのはありますか？やはりあの鯛めしのお弁当がおすすめ、ね、いろいろ並んでますね、はい、鯛めし弁当、やっぱり鞆の浦といえばそうですね、ということですか、はい、こちらが一番のおすすめということで、あの小腹を満たすなんていうね風に思って書いてありましたけども、はい、ちょっと本当にごくともりの、ね、はい、お最初はちょっとおむすびをメインにしようかなと思ってたらお弁当が人気になったので、まあ、ちょっと大腹満たしというか満腹になりますそうか。まあでも本当にすごいこうなんだろう、種類が豊富というかね、え、味玉が丸ごと入ったのです。わ、ちょっとめちゃくちゃ美味しそう。この日お店に並んでいたお弁当は3種類。おむすびには福山産の米や鞆の浦の塩などの地元の食材を使用。また人気の鯛めしは土鍋でふっくら炊き上げています。うん、うまい。おいしいですね。粒が立ってるんだけど本当にもっちりもしてて、うん、土鍋っていいですな。さらにこの鯛めしに乗っているさつまいものレモン煮も人気の一品。瀬戸内産のレモンを生搾りで使用して作っています。お、本当だ、すごい甘いけど酸味がしっかり立ってますね。あ、爽やか。やっぱり地のものを使うっていうのは意識されてるんですね。あとお野菜とかもなるべく地元の農家さんが作ったものとか、うん、そういうものを使うようにしてますね、うん、新鮮で旬のものを。あの夢だったんですか、お店がやりたいみたいな？そうですね、何かこの鞆の浦も好き で祖母の家も大好きだったし、うん、ここに住みながら何かできたらなと思って、うん、それでお店を始めたんですけど、でやっぱりやるなったら美味しいものと思って、はあ、そんなお弁当屋さんを営む豊原さん夫婦ですが、ご主人の文夫さんはお店の接客以外にも本職を生かしてお店に貢献しているんです。僕はちょっと実はデザイナーでもあってですね、ああ、ポスターとかを作ったのも自分でですね。あ、そうなんすか、はい、デザインがいいね写真も全部撮ってるので、あ、彼がそうです、一人で戻って、はい、まあ、やっぱりあの彼一生懸命本当にもう毎日仕込んでいつも本当に作ってるので、はい、もう少しでも美味しく映るようにっていう、でも嘘はつかないようにっていうことで、そうそう、はい、異常にもったりね、そういうことはしないはあ、はあ、はい、だけどそのあるがままちゃんとその美味しさを伝えるようにということで、はい、デザインなんかもされてて、そうですね、いいっすね、夫婦で力合わせてそれぞれできることを。そうですね、たまたま料理ができてっていうのが、料理ができて、いや、本当に美味しそうございました。ありがとうございます。はい、仲良し夫婦とおばあちゃまが見守るお店に遠征さん認定でございます。いや、本当美味しゅうございました。ありがとうございました。